1週間で縄跳び1万回跳んだら何キロ痩せるのか検証してみよう。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、ダイエット企画でございます。というのもですね、皆さんご存知の通り、ちょっと脱ごうかな、ちょっとこれ大丈夫かな、はい、マスオの体型でございます。ちょっとだらしないね、だいぶね、だいぶだらしないんですけど、ちょっとこう後ろ向くと、はい、この腰回りもだらしないね、足もほら太くて、だいぶだらしないことになっております。特にここからお腹がすごいね、なんかもうまさにこう中年太りっていう感じの体にはなってるんですけど、まあさすがにね、この体じゃね、ちょっとね、まずいかなと思って、今回はダイエット企画をしていきたいと思います。ちょっと裸のままじゃまずそうなので一回来ます。はい、で今回のダイエット企画は1週間でございます。で、食事とかは一切変えずに、まあ運動をしたらどれぐらい痩せるかっていうね、まあものなんですけど、で、その運動がですね、じゃじゃーん、こちら縄跳びを使ってやっていきたいと思います。なんかさ、縄跳びってさ、ボクサーの方もさ、こう減量の時にさ、こうトレーニングで使ってるイメージですし、縄跳びって痩せるのにすごくいいって聞くじゃないですか。で、1週間で1万回跳んだら果たしてマスオはどれぐらい痩せるのかっていうのを検証していきたいと思います。まあまあな数字ですよ、1週間で1万回って。20跳びだったら5000回すればいいってことですよね。で、7日間で5000回割ったら1日700回ぐらい20跳びしなきゃいけないんですよ。で、20跳び700回1日毎日するってなったら、そんなに難しくないようになんか聞こえなくはないんですけど、ただ毎日運動をそのぐらいしなきゃいけないってことですか。ということで、じゃあまず体重を測っていきたいと思います。じゃあいきますよ。だいぶね、いい体重に僕いってると思うんですよね。今さっきご飯食べたばっかりだから。お、ちょっと待って、まあいいか、やばっ。はい、ということで 74.3kg でした。やばくない？あの、ちなみに朝測ったら 72.7 ぐらいでした。何食べたんすか？あの、担々麺をちょっと先ほどね、あの出前頼んで食べちゃったんですけど、もうダイエットする気ないなって感じですけど、まあとりあえずね、運動したらいろいろ変わるんじゃないかなと思ってやっていきたいと思います。では早速1万回チャレンジ1日目いきましょう。ということで、実際に縄跳び1万回やっていきたいと思います。20跳びで数えればいいと思うから、じゃあ20跳びを1000回します。そうすればあと4000回でいいんだよね。じゃあいきまーす。1000回ってやばいかな。1、2、3、4、5、6回、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、37回ですね、今。超きつい超きつい、頭痛くなるもん。1回1回37回、これめっちゃきついね。1000回軽く言ってたけど、やばいね、痩せるわ。37、36、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 
あのね、どこが辛いって、足もそうなんだけど腕だね。あー、腕が辛くなってくる。くっそきつい。これ一回跳びをずっとやるのがいいっていうのはないですか。いや、あ、そうでもないか。それがいいかもしれない。じゃあそうしてみよう。100。これで今400回した。ちょっと後ろ跳びでいこうか。10、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 
15、16、18、19、21。やばい、後ろ取りで足の裏がつらい。全然違うところがつらい。100、今で飛んだ回数が500。ちょっと一回休憩しよう。はい、超きついわ。すごくないこれ、縄跳びの後。ミミズバレ。はい、最後引っかかったけど一応これで1000回。きついけど行けなくなくない？どっちかわかんない、それ。いけなくなくない？いけなくなくなくない？15分で1000回いけるから割といけるね。でも1日でこんぐらいできるんだったらいけますよ。いけるね。よし、1400回。安田、なわけないじゃないですか。そうだよね。知ってる。1900回。よし、じゃあ最後に二重跳び50回やって100回ですね。いきます。イエーイ、ちょっと待った。はい、ということで初日終了。今日の目的なノルマ2000回突破、これであと8000回だね。いけそうな気がしてきました。よし、明日も頑張ろう。ということで縄跳び2日目です。1日目の筋肉痛がめちゃくちゃきてて、ふくらはぎが本当にね痙攣しそうです。ということで今日も続けていきます。で、今日は連続で何回できるかひたすら行ってみる。で、目標今日も2000回やりたいんだけど、はい、でちょっと挑戦していきましょう。いきまーす、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、100。とりあえずね。痛い痛い痛いよ。あー、220回で1回ストップしちゃった。っていうか足がここがやばい、つりそう。ということで何回できるか分かんないけど今日も頑張ります。60回だ。1日目よりなんかいいペースでできてる。超きついけどね。とりあえず500回まで行こう。500、とりあえず500回。いい感じ。ランニングでも結構心臓バクバクするけど、意外とランニングって慣れてくるとバクバクしないんですよ。自分のペースで走れちゃうから。ただ縄跳びはね、心臓バクバク。900、こういうのあったよね昔ね。3、4、5、6、7、8。めっちゃ時間かかるこれ。よし、とりあえず1000回、1400回、あと100回。二重跳びじゃ50回を連続で成功させて今日終わろう。7、8、9、10。飛んだ。ということで2日目終了。今日の飛んだ回数は1500回。計でいうと1日2日目で3500回、残り6500回です。1週間まだまだ長いですけど頑張ります。ということで縄跳び3日目です。昨日までで4500回跳びました。で、今日は1500回で半分行きたい、5000回まで行きたいなと思ってます。もうね、ふくらはぎがマジで辛い。本当にパンパン、歩くのでもなんかこううってなるっていうね。もうそんな中1500回跳ぶのマジで辛いんですけど、まあ頑張ります。で、なんかね、この縄跳びやってて二重跳び
なんか7日目までに100回連続とかできたらちょっといいなと思ってるんだけど、1回目だけは縄跳び二重跳び何回連続でできるかちょっと挑戦してみよう。よし、ではいきます、いきます、せーの、1、途中で分かんなくなった。73か83、さすがにまだ100回はいけなかったけど、昨日さ50回連続でやって終わろうって言ってたところクリアした。いいスタート切りました。今日も頑張ります。やったー、50回連続で1500回、はあ、計5000回行きました3日で。うわ、めっちゃピンボケしてる。せっかく決まったのにピンボケめっちゃしてるし、はあ、とりあえずどうだろう、ちょっと腹筋の感じが変わってきた気がする。なんか変わってはないと思うけど、ちょっと力入るようになってきた、しっかり。ということで明日も頑張ります。あと5000回。はい、縄跳び4日目です。今日はちょっとこの後すぐ生放送しなきゃいけないから1000回かな、6000回までいけばいけるでしょ。よし、やっていきます。じゃあ最高二重跳び何回連続できるかちょっとやってみようか。ああ今日の記録60回ジャスト。集中力一瞬切れた。あっちのマンションの布団がすごい派手だなと思った瞬間に力抜けた。はい、ということで残り900何十回頑張っていきます。 OK 1000回、今日もちゃんとできました。残り4000回でございます。頑張ります。明日もやべえ、生放送あるからすぐ帰ろう。縄跳び5日目でーす。今のところ6000回、あと4000回です。今日は1500ぐらいやれたらなと思ってます。やるぞー。やった、すげえ、二重跳び100回連続できた。5日目にして上達してる。よっしゃ、ということで5日目、1500回跳びました。残りが2500回かな。いけそうですね、1万回ね。あと今日は100回連続二重跳びできたから満足です。じゃあ明日も頑張ります。疲れた。縄跳び6日目です。今のところ7500回なんで、今日1500回やって1万回まで頑張りたいと思います。二重跳び今日も100回するぞ。最初いきます。あら、30回で引っかかっちゃった。あれ、50回、なんか疲れ溜まってますね僕。 OK、 1500回やりました。1週間でこれで計9000回になります。だんだん1500回も楽になってきましたね。なんか鍛えられてないんじゃないかなって思っちゃうけど、まあ、この朝だからいいのかな。ラスト1日頑張りますということで最終日です。今日1000回飛んだら、1週間で1万回飛ぶことになります。今日風強くて飛びづらそう。なんだかんだ1週間つらかったですけど、今思うとあっという間ですね。はい、ということでまず二重跳びから行こう。行きまーす。よし、何回いけるかな。オッケー、しゃあ、連続93回。あ、くっそ、あと二重跳び2回。よっしゃー、ということで1週間で1万回突破しました。最後1000回だったから意外と楽だった。じゃあちょっと帰りましょう。ということで
ということで1週間で縄跳び1万回跳ぶダイエット終了しました。果たして1週間で1万回跳んで少しはマスを痩せているのでしょうか。ちなみにご飯とかは一切変えておりません。もうものすごくこの期間食べてました。だからあんまり自信がありません。では見ていきましょう。まず顔はどうですか。なんかね、僕としてはちょっと痩せたかなって思う。ここのあたりとかが、1週間前に比べたらどうだろう、気のせいかな、気のせいレベルかもしれないけど。はい、では上半身脱いでいきましょう。よっせーろ、ほいっとー。まあ1週間ですからね、いかがでしょうか。なんか1週間前よりもちょっとこう、ちょっと力入れるとね、ほらなんか割と締まってるように見えなくもない。体型に若干なった気がする。1週間前ってさ、こうこのどうだろうな、気のせいかな、まあ角度の問題かな、こういう風な体勢するとさ、ここら辺がビヨンってもっともっとさ、まあ今でも乗るんですけど、もっと乗ってた気がするんですけど、どうだろう、なんか少し良くなった気がしますね。で次は背中、後ろからの体型いかがでしょうか。まあこの部分がね、取れないね、全然取れてないですけど、少しは変わったかな。はい、ただ見た目的には若干この辺り良くなったのかなって思わなくもない。あと意外とね、縄跳びって腕使うんですよ、めちゃくちゃ、あの二重跳びの時特に。だから腕もね、もしかしたら若干太くなったかもしれない。でちなみに足はすごいきつかったです。今ちょうど脱毛もしたから足綺麗なんでお見せすると、なんかふくらはぎがすごい力使ってたんで、ちょっともしかしたら良くなってるかもしれないですね、力入れるとね。でこのももも力入れてましたけど、でもこういうさ運動はあんまりしなかったから、まあそんなに細くはなってないんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。では1週間やって体重はどの何キロになったのか見てみましょうか。1週間前は 74.3 キロでした。果たしてどのぐらい痩せているんでしょうか。果たしてマスオの体重はドン、おーっと 73.4 キロ。1週間前が 74.3 キロなんで 0.9 キログラム痩せました。これはもう誤差なんじゃないか、水をガブ飲みしたらね、1週間前の体重と同じなんじゃないかと思っちゃいそうですが、今日ちなみにですね、朝測ってみた時は 72.6 キログラムでした。まあ朝の体重だと 1.7 キログラム一応痩せたということです。どうなんでしょうか、まあ、縄跳びは効果あるのか効果ないのか、回数が果たして少ないのか、それともあまり効果がないのかって感じですけど、結局さ、やっぱり食事を変えないとあんまり痩せないっていうことですね。ただその見た目は動画編集してみなきゃ分かんないですけど、だいぶ変わったような気がするので、はい、これからもですね、また運動をしてこう痩せるように頑張ってみたいと思います。ちょっとダメだったな、もう1週間しようかな、ちょっと分かんないけど、今回は1週間で1万回縄跳び跳んだらどれだけ痩せるかっていうね、挑戦をしていきましたが、まあこんな感じでした。結果はパッとしない結果でしたが、はい、またね1週間チャレンジ的なのをね、いろいろやって、なんか日々頑張りたいと思います。はい、今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。なかなかねいい数値が出なくてね、大変申し訳ないなと思うんですけど、はい、これがリアルです。やっぱりね、ダイエットするときは食事と合わせてやる方が効果的だと思いますので、ぜひね皆さんダイエットする際はやってみてください。あと縄跳びは本当に良かったですよ。すごい手軽に激しい運動ができるなっていうので、はい、本当におすすめです。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。